はい、皆さんこんにちは。カフェのゆかです。今日はね、この松江区をしてきたんですけど、で今日あの髪をね、やっぱりショートというか短バルにしちゃおうかなと思って、今日でその前に、まあ、ちょっと卒業作品のポールの練習をしようと思って来たんですけど、なんかさ、もう一日に何回も悩んでるのね、切るか切らないかで。もうどうしたらいいか分かんないんですけど、なんか切ろうと思ったらちょっとこの髪型がよく見えてきたりとか、もうその繰り返しなんです。でも後悔するんだったらやって後悔した方がいいでしょ、多分。こんな感じの私の今日の一日というか、もう4時ぐらいなので結構大半過ぎちゃってるんですけど、まあゆるい動画で見ていただけたらなと思います。それではちょっと練習してきます。バイバイ。それでは、練習終わって、あんまりね、できなかったんだけどさ、なんかやっぱり冬って乾燥するから、ポールがすっごいスルスルになるのね。ちょっと思ったようにできませんでした。最近ちょっとスランプみたいな感じ。まあ、とりあえずここで終えて、で、さっき予約しちゃったの、美容室。なので、まあ、タンバイモリー。行ってこようと思います。それではお楽しみに。どうなるかな。はい、そんな感じでタンバル盛りにしちゃいました。タンバル盛りっていうのは韓国語でボブのことを言うんですけども、どうですか？なんか思ったよりも頭が軽くなってすごいスッキリして、私的には満足しております。まあまだちょっとね、この分け目、プリンのカラーだけここだけしたんですけど、ここの部分がちょっと暗くって、なんか黒みたいに見えちゃうんですけど、全然アッシュ系のヘアカラーにはなってます。なのでまあまだ今日切ってきたので、自分でこう洗って髪乾かして、ちょっとタンバル盛りのアレンジ的なのも動画これから作れたらなと思います。ちょっと練習しないといけないけど、頑張ってやってみようと思います。そうだな、どうですか。まあ今日はこんな感じの、ちょっと髪切りました、イメチェンしましたよ的な動画になります。皆さんも気に入っていただけたら嬉しいです。どうでしょう。まあタンバル盛りに似合うメイクアップだったりファッションだったりっていうのも、もうちょっとこう研究していこうかなと思うので、皆さんもう少々お待ちくださいね。ではこんな感じのイメチェンしたよっていう報告でした。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。私が行った美容室っていうのは、まあ分かんない、参考になるか分からないけど、チェジュ市にあるヘアスケッチのボンサーチョン本社店かなっていうところのパッカーセンっていう方に担当していただきました。まあ、もしチェジュに住んでいる方とかいたら参考になったら嬉しいです。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。アンニョン。